はじめまして、おはようございます。ふめいです。さあ今回もやっていきますよと、次が霧の森。こうやって始めるたびにいちいちね、なんだっけ、残機とバナナコインかがリセットされるっていうね。上なんだっけ。おー、危ない。ボーナスとかあったっけ。特にいないかな。ちょっと色が濃いタイプのカットラスは一瞬で刀を振り上げるのでね、その一瞬のうちに踏まないといけないんですよね。まあ確か何回か振り下ろすのを待ってたら、あの色の薄いタイプみたいに、グリーンバルーンいいですね、ありがたいですね。あの色の薄いカットラスみたいに刀突き刺さったはずですね。ここにはボーナスなしだっけ。ああはいはい。なんだこれは。あおお、こっち下奈落か。まあちょうどいいからちょっと試してみますか。こんな感じですね。何回か振り下ろさせればこうちゃんと突き刺さりますね。2回でよかったんだっけ。3回ぐらいだった気がしたけど、まあいいや。とりあえずボーナスとかバナナ、なんでこんなところにバナナがある。あ、じゃローリングしようとして失敗した。まずい、さっき増えた残機がそのまんまなくなってしまった。もう一回残機増やすか。そんなにいらないですけどね。てかあのバナナ特にいらないかな、多分。多分何もないですよね。このまま行ってみましょう。スクイッターですね、ここは。R ボタンが使えるんだっけか。あっ、そう。完全に私のボンミスですね、今のは。ここは上に上がってくんだっけ。うん、ここは特に何もなし。なんかあったっけ。鉄球とか飛んでこないな。じゃあいいや。ここまでボーナスなし、いいのか。うん、ついつい押すボタンを間違えてしまう。うわ、特に何もなしだっけ。この先はお前か。この樽は特に意味がなかった。倒しちゃっていいですね。鉄球飛ばしてくるやつが穴を割るわ。この鉄球は違うな。あと下の方、鉄球を飛ばしてくるやつが穴を開けてくれるんですよね。この
バナナの矢印ね。邪魔だな、ちょっと邪魔。おっと、危な、なんで切れた。おー、いたこのゆっくりな弾ですね。これを追いかけていくと、まあ、手慣れてる人は速い球でやっちゃうんでしょうけど、これをこう追いかけていくとこうね、穴が開くわけですよ。コインを探せ。これはめんどくさい。あ、嘘。なんで落ちた。どこに出た。ウォーズのそこか。ちょ待って、消えちゃう。待って、消えちゃう。消えてしまう。ちょ。まったく焦るから画面から外さないでほしい。このくらいでいけるか。怖いよ。うわ、どう。焦る。ひ。怖いな、まったく。あと1枚でもう一つ挑めるようになりますね、ロストワール。こいつは無敵なんでね、かわしていきますよ。上の方に進んでいけば良いのかな。またですか。そうですね、2つとも鉄球だったはず。くっ、その前にこいつがいる。邪魔だな。どこだ。いた。うん、これで星を集めろ。感じですか。ここは簡単でしたね。よかった。さて、そろそろボールですね。とりゃ意味もなくある。ん？そっか、DK コインまだ出てないんだっけ？なんかあるぞ。これは欲しい。バナナの次ですね。はい、OK。ここは自分のタイミングで発射できるんで楽ですね。びっくり DK。 はい、 OK です。さあ行ってみましょう。ボス、これは最初に倒したゾッキーの幽霊ですかね。でこの中に生きてるのが混ざってくるんで、そいつを倒すことでこう樽が出てくるわけですね。1戦目の時は卵をぶつけましたが、2戦目の時は樽で戦わせていただきます。リリーの方がロープアクション得意ですから、ね、こっちで行きますか。さて、あ、来ましたね。次右だっけ。そうですね。おう、横か。おっとっとっと、あう、しまった。でもまあいけるかな、多分。これでとどめですね。
はい、OK です。残り24枚だっけ。ん14枚だっけ。びっくり、はい、全部取りましたね。次行ってみましょう。凍える地下水路。ここは確かこっちに行けましたね。特に何もなし。どうしようかな。下降りちゃっていいんだっけ。ああ、いや、せっかく来たから降りましょう。でこっちに戻ればいいだけだもんね。うわらろろろろ。パフタップ。特に何もなかったような気はしますけどね、こっち。何もなかったですね。もう下敵だらけなんで、こっちからまた行きますけど。エンガード。どこだっけな。ここ水位上がってからのここだっけ。ですね。星を集めろ。さあ、どうかな。まあ、こう横に反復横跳びしているだけで星集まるんで大丈夫ですね。はい、次。まあ、パフタップもね、これね、膨らんでいようと膨らんでいまいと関係ないですからね。おだだだだだ、破裂するのはまずい。おだだだだ、なんだっけ、これで行った方がいいんだっけ。違うな、こっちなんもないんだっけ。なんもない。この空間は特に何もなしかな。あー、しまった。ここかな。あ、ここか。はい、下なんかあったっけ。行くべき。いや、いっか。あ、遅っ、遅れた。あー、あれが欲しい、あれが欲しいわ。水位上がんないんだっけ、ここ。こっちは高いね。上がったってこと。ああ、よかったよかった。よしよし、ナイス。ナイスでーす。こっち？かっこええ。いや、何にもない。何にも、いいものが何もない。無駄しか。ここが、ぶつかってくる種類がこういるわけですか。で、ここ、ここ、あ、そう。あ、でも特に何もなかったかな。てか普通に水位上がってきたしね。あ、何気にコムパネル揃った。どこだっけ、もう一個ぐらいボーナスなかったっけ。わー、危な、とりゃ、うわっと、危な、なんでそこ詰まる。あー、やっぱりボーナスまだありますね。全身狂気。あ、で、どっちだっけ、こっちだっけ。やっぱいけないのね。いけ。全身狂気。このぐらいの高さで行ってみるか。てい。よし、ナイス。こっちに変わった気がする。あ、ここにボーナスステージか。コインを探せ。あ、ちょっと敵がいるんだっけ。
なるほど、またこのなんだっけ、マトリョーシカですか。バナーナ。はい、次。もう穴関係なく壁すり抜けていきましたし、ね、あ、どっちだ、こっちか。何気に残金も増やしていかないとね。前回みたいなことがあると。これで全部ですね。で、下の方に行くとここですね、クラッパの見張り小屋。さあ、風の鉱山行ってみましょう。下なんだっけ、普通に樽か。風関係ないのか、そこは。どうしようかな、こいつ普通にローリングで倒しちゃうか。で、ここはまあこんな感じでね、風がブワーッと乗ってくるんで、それを使って攻略していくステージですね。あ、ジャンプが遅れた。で、ここが、おろろろろろろ、あそこ、なんかあったっけ、下とか。あ、ダメか、仕方ない。で、ここは普通に上がっていくだけと。わあ、こっちなんだっけな。上、どっちだ、進む道はどちらだ。スミッケ、こっちが正解でしたね。さて、あれ、なんだっけ、敵倒すんだっけ、コイン見つけるんだっけ。なんか毎回読んでない気がする。全員倒せですね、これは。さて、ここは普通にこうでいいですよね。邪魔、こいつ邪魔。あとはバナナコインがいらない。コンティニューバレルで、あまあ安全に倒すならこうですね。いや、まさかのフックに当たるとは。さて、下なんかあったっけ。何もない、普通に奈落だった。しくったな。まあいいや。とりゃとりゃ。で、ここ8だから、こっちからこういけない、いけないですね。はい、さて、お、これ欲しいけど、あっ、それずるい、それ、あ、しまったしまった、今のは完全にボンミスだ。さて、はいはい、おーどうぞ、はいはいはい、パーンパーン。まあ素直にこういきましょう。あ、しまった、またやらかすな。あ、だだだだだだだ。いいです。こうやって行った方が楽ですし。下。あ、だち。しまった。真下に降りるつもりが、左下に降りてった。入力が悪かったか。なんか無駄な死に方が多いな今回。さて、行きますか。いつまでも。あ、ちなみにこれは2体いるとこうやって安全に取れます。まあこっちなんかもね。さて、下のフックが気になるんだよな。あ、また左、なんでだ。しかも何もない。あ、そう
まあいいや。上がり具合はね、スティックの上下で調節できるんでね。これ上は特に何もないかな。あ、待った。違うな。登っちゃうとダメか。登っちゃうともうダメか。なるほど、理解しました。あそこに DK コインがあるんですね。了解です。さあ、N 止めの正直。何回やってますかね、これ。ちょっと、タイミング、タイミング。さて、まあ、これを通って、あ、そういえば試したことないんですけど、チームアップしながらでも、風に乗れるんですかね、これ。ここですね。こんな感じですか。ちょっと気になるんでジャンプ。あ、なるほど、チームアップ解除されるんだ。へえ。ボーナスもう一個ぐらいありそうな気がするんですけど、どうなんですかね。ここ普通に、あ、なるほど、この下を越えていくパターンですか。あ、しまった。スパイニーなんか久しぶりな気がする。上かな。こいつはもう近くまで行った方が安全に抜けられますね。まあ離れた位置で一気に上に抜けていくのもありですけど。スコークス、え、スコークス、ちょ待って、ちょっとたまこっちなんかある。こっちゴール。待て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 危ない危ない。焦る。焦った。よかった、最後のボーナスが見つかった。最後だよね。ちょっと見すぎたくはない。あ、よかった、上安全だ。だから横さえ気をつければ、うん、問題はないですね。はい、そして下はね、コング釣ってるんで当たっても食らわないんでね。で、ここでボーン。で、ゴールですね。はい、OK です。全部取ったな。はい、収録、うん、もうちょいいけるか。もうちょいどころか、まだいけるな。行きましょう。クラッシュエレベーター、あ、割と好き。ここ割と好きなんだけど、上がってくのに時間がかかるのが難点。あ、一本流した。まあいいや。こういうのをこう生き残らせたまま行ってみるっていうのも楽しいですよね。本当に何かに使ったっけ。お前か、お前だな。そうそうそう、ランビを倒すんだね。さあ、いけるかと。あ、ダメだ、倒しちゃうな。やっぱりこの自慢のホーンがね。まあいいや。無駄な遊びはここまでにして、どうしようかな。どっち行こう。こっち行ってみる。こんなところにバナナコイン。バナナコインか。もっといいものなかった。パネルとかか。特にいいかな。いや、ほんとこの角強いですよね。ここは特に何もなかったはず。ということはどこだっけな。ボーナスステージがどこかにあったはずなんですよね。この橋ってエレベーターにぶつかったら死んだんだっけ。あ、ここか。ここですね。これ、よし。あ、そっか。危ない、
R ボタンが使えるのはスクイッターだけだ。ついつい癖で。危な。みんなやっつけないと、これエレベーターにぶつかったら普通に死にますよ。さて、あと何枚だ。あと9枚かな、全部で。さて、ここ何もないのか。あと罠ですよね。この下なんかなかったっけ。普通に大パネルか。いらないな。あれ、エレベーター戻るんだ。へえ。おお、どどど、焦った。エレベーター待ち。まあ現実世界でもありますよね、エレベーター待ちってことで。あ、しまった。空中でワイをしてたか。ポニーテールスピンになってた。さて、復活早いね。あ、こっちか。オッケーオッケー。で、急いで上がらないといけないんだっけ。スコックスってこんなに遅かったっけ。急いで上がると確かここら辺で DK コインが取れるんですね、はい。で、TNT を使ってボーン。うん、スコークスさん役に立ちますね。ここはコインを探す。まあ普通にこう回避していけばいいだけですね。道を選べばバナナも取れるって感じですか。で、ゴールと。あと8枚かな。ここはそろそろゴールかな。なるほど、ありましたね、こういう厄介な組み合わせ。ジャンプでしか倒せない敵とローリングでしか倒せない敵が同時に降ってくるっていうことね。ここはゾッキーポイントか。まあゾッキーは何気にローリングでも倒せるから問題はないんですけど、そろそろかな。名前忘れた、フック投げてくるやつ。あいつがこう高速でフックを投げてくる珍しいポイントがあるんですよね。このカルテ何回使えたっけと言いつつ、そこを使っちゃいましたけどね。来ました、ここね。ここのためだけにあの動き設定したんでしょうね。ここはもう終わりかな。てか場所が広すぎて、もう蜂もあんまり意味なしてないですよね。あのバナナ1本なんて取らなくてもいいですしね。欲しい人は取ってもいいのではないでしょうか。ここなんだっけ、樽を使ってあいつを倒すとなんか手に入ってる。まあ、なんだっていいや。ボーナス OK、DK も OK。はい、次。次、収録、まだいけるな。氷の湖行ってみましょう。上にフックが見える。ここなんだっけな。そうそう、最後にクランポンが控えているっていうね。初見殺し。これを普通に上行けばいいんだっけ。うん、まあ問題はないです。B、 あ、取れないバナナか。これなんだっけな、上なんかあったっけ。上は特に何もなし。こっちなんかあるのかな。こっち邪魔だな。倒そう。
あ、もしかして時間短い。あ、しまった。こっちなんかある？ K パネル。ん？ なんだどういうことだ。あ、もしかしてこれ最初のボーナスに入るとショートカットしてこれるってことですか。なるほど、そういうことですか。途中から始まったってことなんですね。理解しました。危ないよね、ああいうのね。ああいうのやめてほしいよね。完全に初見殺しだよね。さて、エンガード。ここに来るとなぜかスナップ状が消えるんですよね。どちら？こっち何もなしか。バナナの房を大量に取っておいて何もなしって言っちゃうあたりね。そうそう、ここです。うえぇ、びっくりした。バナナポイントがいらないです。コインを探せ。こうやって一気に進んじゃった方がいいステージか。はい、OK です。ここは楽でしたね。どっかに何かあったような。下とか何かあったっけ。これ特に何もなしか。まあいいや、何かあったような気がしてる。でここら辺からスナップ状が復帰ですね。この下あたりになんか、あ、違うな、あのバナナだ。こいつだ。無敵バルーンを取っての水中に入るとバナナコインしかないんだっけ。あ、そう、何か、そうか、来た意味。おお、どなんかいた。この彼ない。スピード、DD の方がスピードはあるから、ここは DD の方が有利かもしれない。あれ、DK コインって取ったんだっけ。あ、自分でこれ発射できるタイプなのね。狙うはあれ、これだ。DK 取ったっけ、あれ？ DK を取った記憶が、あ、やっぱり取ってない。 DK どこだ、ちょっと探してみますか。B って普通にジャンプのボタンですよね、これ。チームアップ A ですよね。まあいいや。まあそれはいいや。どうしよっかな。鎖の塔までクリアしてとりあえず終了にするかな。うん、時間もう30分超えたしね。ここを最後にしましょう。下に何かあったような気がする。ケーパネルか。一応取っとこう。ワンアップはできるし。あ、いや、どうせここ最後だからいいわ。取らなくてよかったな。ここなんだっけな。何もなし。こいつの名前なんだっけ。クリンガー。どうしようかな。ロープアクションするならディディに変えようかな。こっちこういった方が安全かな。ここなんかあったっけ。おっと、まっちょ、あっ
それだけ？他に何にもないんだっけ？あ、嘘。低かったか。まあいいや。まあね、リリーならロープアクションお手のものですからね。うん、これはロープではないけどね。鎖を使ってロープアクションとはこれいかに。うん、まあどうでもいいや。さて、八八。ここ一応倒しいの。こっちも倒しいの。怖いな。やっぱなんかあったな。この鉄球をこっちにボン。はい。コインを探せ。この鉄球は特に意味なし。一匹倒せるってだけ。あ、そう。結構高い位置にいるなこの蜂。あ、嘘。嘘。あ、今の当たった？マジっすか。ね、まあすぐに再トライできるのはいいですよね。ステージによっては再トライするのに結構苦戦して、もうディクシーでいっちゃう。ディクシー安全面を考慮しよう。そうすればスムーズにクリアできるはず。あ、ちょっと待って待って、はいはい。あと5枚か。どっちの方がいいんだっけな。こっちか。こっちの方がなんかね、樽使うよりはいい気がする。オーパネル、確かオーパネル2つあるんですよね、このステージね。好きな方を取ると、片方取るとなくなる。特にすり抜けられる壁もないか。どこだっけ、左右。 ここも左か右か、好きな方いけるんだっけ。あ、違う、真ん中だった。普通に真ん中だった。あ、しまった。左とかなんかあったっけ。なんもないな。じゃあいいや、このままいっちゃおう。ここはなんかあったような気もするんだけどな。お、コンティニューバレル来たかい。ありましたね。こっちは何もなしか。さて、ここなんかあったっけ。なんかあった気がするんだよな。あ、ふ、あ、いや、なんもないのか。何もない。うわ、めっちゃ降ってくるんですけど。ここは特に、あ、いや、ここにあったか。DK バウェブ、DK バレルがあった。邪魔。どうしような。こっちが、あ、こっちなんかあったような、なんもなかった。ぎゅえ。ゾキ地帯か。いや違うな。下な、下は何もなしか。じゃあ八。ジンガーの方行こう。この待機ゾッキー邪魔なんだけど。上は特に何もなしかな。何もない。うん、登っていこう。ここは、おうおうおう、下にカトラス。こっち特に何もないかな。なんで、なんでそこハマった。なんでそこハマった。何もな、上だだだだ、何もないね。はい、じゃあこのまま行っちゃいましょう。で、ここがあれですよね。どっち、どっち、最初どっちか。こうやって避けながら進んでいきますね。で、ここをこう入っていけるんですよね。うん、いいですね。ここはポンポン。
鎖がある理由ってやつ。今みたいに不幸になった時に役立つ感じですか。あと4枚かな。4枚振り分け、ボス1体2体。はいはいはい。おっと待って、変に考え事なんてしない方がいいですね、こういう場所では。うんとうんと、ふい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 、まあ問題はないですよね、このぐらいだと。まあちょっとさっきね、考え事してる間に不意打ちを食らった程度でね。おっとまんま、このステージ終わったらやめるからいいんだけど、残機とか別にいいんだけど、あれ DK コイン取ったっけ、あれ DK コイン取ったっけ、取ったっけ、どこだっけ、取った記憶がない、やっぱり取ってない。ドクドクタワーがあったかな。残り4枚だから、ドクドクタワーに1枚、ボス1、ボス2で、はいはいはい、 OK です。じゃあちょっとまた鎖の塔行ってきましょう。じゃあここで終了してセーブ、うん？あ、違う違う、セーブして終了、終了してセーブって78% か。うん、結構いいところまで来たのではないでしょうか。終わりも近いですね。まあこれ終わったら今度リメイク版やるんですけどね。というわけで今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。次回でとりあえずキャプテンクルールまで進むかな。あ、今まで気づかなかったけど、これ奥の方に前作のコングアイランド見えてるんですね。つまり結構近くにあったってことですか、この塔。いや全然気づかなかった、今初めて気づいた。左上あたりに見える。こんなに近い場所だったんだ。まあそうですよね、ドンキーさらわれてすぐに海賊船に乗り込んでるわけですからね。というわけでまあここまでご視聴ありがとうございました。次回多分ラスボス戦かな。ではまた。